さあ勝てばセミファイナルへと進めます。4人目で備えました。赤が立ち相撲か、ブルーが下か上がり、あーっとブルーの下かが大きくコースというところなんですけども、まだ諦めてはいけません。とにかくこのクォーターファイナルからは2本です。リアルセッションです。まずは1本目、タジー友香が勝利を収めてきました。軽く右手を上げていきました。しかし下か上がりもこの後コースを入れ替えてる2本目がありますんでね、まだどうなるかは分かりません。クォーターファイナルからは2本勝負、それぞれブルーコース、レッドコースを滑りまして、そのタイム差によって勝敗が決まっています。今のように転倒しました下か上がりの場合、2秒以上のおそらくタイム差が出ているかと思いますので、今回のペナルティータイムの発表を僕のところには聞いておりませんけども、このペナルティータイムというのが採用されます。おそらく今のはペナルティータイム 1.38、 失礼しました。今これね、表記書いておりましたね。タイム差がペナルティータイムとなりましたので 1.38 秒です。ビハインドは 1.38 となります。下か明かりがこの後2本目、レッドコース 1.38 秒ビハインドを背負ってのスタートとなります。ですので、まあ、どう考えてもこの後ブルーコースを滑ります竹内智香選手が有利だという状況です。それでは第2ヒートの1本目を先に行っていきますよ。レッドコースには35番のイザベラ・ラバケ、そしてブルーコースには42番の岡田美希がスタンバイです。クォーターファイナルの第2ヒート、スタンバイ整えているのはもう一度確認していきましょうかね。レッドコースには35番のイザベラ・ナバクが、そしてブルーコースには31番のパトリシア・クンマーがスタンバイしています。予選これ5位と4位の対立、いや1本目からかなりの接戦に対できそうですよ。スタンバイ OK、 ではスタートコールよろしく。ペナルティータイムというのが設定されておりまして、 1.38 秒以上タイム差が広がることはありません。さあ僅差となりましたけども、ブルー